ご視聴ありがとうございます。数回にわたりお送りしています渋谷スクランブルフィギュアさんの、デコマスレビュー、なんですが、今回はですね、前回のアスナーに続きまして、リーファになります。ソードアートオンラインリーファネグリジェバー4分の1スケールフィギュアになります。よかったら見ていてください。でもうすでに、映ってるんですが、とりあえずですね、まず動画ご確認いただけたらと思います。はい、今回の発売の、3人の中でもリーファー、一番スタイルがいいので、露出度も結構高めな衣装になってますし、リーファーにはもってこいですかね。こういったネグリジェ衣装みたいなやつは一番活かせてるのが、リーファーではないかと個人的には思います。それに、ポーズもやっぱり分かってやってる感がありますよね。こんなの誰でも可愛いと思いますよね。それでアスナも良かったんですが、リーファのこのヘッドもすごいいい感じですよね。最高に可愛いと思います。あと優しそうな表情っていうのも、リーファっぽくていいですよね。それで髪の毛はパールな感じの塗装になってます。よく見ると少しキラキラってしてるんですよね。で、こちらもですね、しっかり造形されているので影とかも綺麗に映りますね。そういえば髪飾りはテラリアっていう感じではなくて、どちらかというと ALO みたいな感じの形してますね。長い髪の毛なんですが、アスナのように広がっててなくて、結構綺麗にまとまっているような造形になってますね。はい、それで、メインネグリジェなんですが、グリーン一色というよりは白とグリーン柄の二色っていう感じですかね。こちらもクリアパーツですので透き通ったような見た目になっております。それでですね、ちょっと画像がですね、パーツのつなぎ目が少し甘めには見えてしまうんですが、こちらはですね、デコマス、見本ということですので、製品版はもっとしっかりした見栄えになると思います。それにしてもやっぱり一番過激な衣装ですかね。で、あとちょっとですね、あまりアップにしすぎると、特に後ろの方がですね、YouTube さんに怒られる気がするので、控えめにしておきます。皆様見たい部分いろいろあると思いますので、ぜひご自身の目で実物をですね、確かめてみてください。あとやっぱりポーズいいですよね。ペタンと座っているアスナに比べて、こちらはですね、いろんな角度で、楽しめると思います。それでですね、リーファなんですが、個人的には一番好みでしたね。スタイルに合わせて衣装に、ポーズと、一番フィギュアとしていい見た目な気がしました。それとリーファのフィギュアって、そこまでは多くないですしね。
まあ、スグハとかの方がもっと少ないんですけども、でもまあそれこそ4分の1スケールなんて全くないと思いますし、いやでもこれリーファ好きには最高のフィギュアになるのではないかと思います。それでですね、こちらの大きさが、高さが 210mm、 幅 219mm、 奥行き 191mm、 髪の毛も含めて綺麗にまとまった造形ですよね。どの幅も 20cm 前後なのでそこまで大きくないと思います。そして、価格が 25,300円になります。でこれアスナより気持ち安いんですよね。であとは今回の3人同じ内容になるんですけれども、受付の期間が来年2月7日までということで、現状はまだ時間に余裕がありまして、で、来年2021年8月末頃から順次お届けとのことです。で概要欄に公式さんの販売ページのリンク貼っておきますので、詳しくお知りになりたいっていう方はぜひアクセスしてみてください。私もこういった路線のフィギュアそれほど詳しかったり集めてたりはしないんですけれども、いやでもそれでもすごい惹かれるものがありましたね。いやすごい良かったです。はい、ではですね、今回は以上になります。ソードアートオンラインリーファネグリジェバー4分の1スケールフィギュアでした。でですね、最後はですね、次回シノンの予定です。ぜひですねそちらも見ていただけると幸いです。はい、では以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。